あっちで来たやつを全部、はい、これね、見てくださいよ。はい。このドリルからの、で、これで一緒にせーの、ビリビリしてあげると、こんな感じでね。はい、当ててきたニットしとれるんで、これカウンターが来ないんですよ。そうだいな、ボコボコ来たっしゃん。はい、ということで、今日はですね、こちら、シュタインドリルやっていきます。はい。まあ今このシュタインドリルめっちゃ入ってて、まあやっぱドリルとかなんだろう、スケラーとかめっちゃ相性よくて、やっぱこうタワー付近にね、やっぱ出してもらうと、まあ直線上でこう、シュタインのビリビリって回収するのがめちゃくちゃ強いんですよね、スキルでね。そうだからめっちゃやつで、昨日のスキラの動画とかやばいでしょ、マジクソ強かったでしょ、あれマジで見てない人はマジで見てください。はい、まあドリルも同じで、まあこのモンスターが地味に強くて、モンスター一応1尾高いんで、そうモンスターが竹取ってくる間にドリルが結構入るじゃないですか。ドリル竹取られたらめちゃくちゃ強いんで、そうでそこ当てきたやつをビリビリっつって回収するのが強いんで、もうほんとインチキデッキっすね、これ。もうスケラと同じ、もうマジでもう高回転でドリルシュタインしてるだけで、あらなんか勝ててるわみたいなデッキですね。はい、まあ、ということで早速やっていきましょう。さあ来ました。まあ割とね、あの喉割と治ってきました。はい、マジ最近やばかったんですけど、今日はマジで割とマシなんじゃないかな。まあ前のっていうか、あのいつもの北シャンが戻ってきたんじゃないかな。まあ分からん、俺は戻ってると思ってるけど、若干ちょっと鼻声ぐらいかな、分からんけど。うん、さあスケキンと、まあこういうのはね一旦ね合わせておきましょう。はい、シュタイン合わせておいてね。うん、さあコウモリスケキンのブラスターでしょう。白液じゃないかな、どうやろう、白液っぽいっすよね、顔つきが。あ、ぽいっすね、めちゃくちゃ。まあこれ全部ね、あいついけちゃうんでね、これ全部いけちゃうんでね。はい、もうこれポイズンでいいっすね、こういうのポイズンって言っていきましょう。はい、まあスキルでもよかったけどね、もうここスキル打っても多分そうアイスビーズ残るんで、そう位置関係的にアイスビーズがね残る感じやったんで、ポイズンしました。さあこれ一旦することないですね、スケ出していきましょう。でこれは、はい、ドリル飛ばしつつの、はいはい、でこれね丸太からのコーナーですよ。丸太からのこうやってあげることによって、そう相手はねこう出せないんですよね、そうタワーに、そうタワーに、そうそう出せないから遅れるんですよ、ギャング。でこれで入ると、うん、だからなんかこう今のは攻めながら守るっていうテクニックですね。これはもう高回転やる上では絶対覚えてくださいっていう感じです。さあこれスケでね、はい、やっていきますか。うん、で相手はこう迫撃で切って、スケキン切った後のドリル受けないんで、そうギャングしかないんでね。そうだからスケキン切らした後にドリル飛ばすと、相手はもうポイズン打たれたらもう終わりみたいなとこあるんで、そうだからいかにこう咲かせるかみたいなとこありますね。下に行きましょう。はい、でまあこれ大砲行きましょう。相手読んでくるから、あーオッケーオッケー。はい、これ熱いね、これ相手迫撃切ったんで、ここのドリルちょっと熱いですね。まあこれは横目に行っときますか。やべ、ちょっと待って、ドリル早すぎた、マジでやばい、これドリル早すぎた、やばい、早すぎた、あー早すぎた、もったいねえマジで。ただこれはせーの、ビリビリビリって、これでねタワーダメージもスケキンもやれますと。はい、スケキンはやれなかった。まあこういうのは落ち着いたポイズンですね。はい、こういうポイズンで、でディガーは構わない、ディガー構わずに多分左これねスキル打ってくるんで、そうはい打ってきたらこう落ち着いてね、丸太からの、はいはい、真ん中こっちね、はい、いい感じに受けといてあげて、まあこれナイトがいや、ちょっと怖いな、ちょっと怖い、え、やばい、マジで、それ、痛いよ。さあ、大砲で、はいはいはい。大砲で変わってない、マジで。まあいいや、でも逆サイだから、これ一旦受けてあげてからの、はい、主体でね、やりましょう。はい、うわ、え、迫撃めっちゃ遅なってる。え、迫撃撃つの遅。で、これはビリビリしといてあげて、はい、ビリビリビリで回収と。迫撃、え、撃つのめっちゃ遅いな。だから、棒ポイですね。そう、あれ、コウモリ来るんで、しっかりね、こういうのは棒ポイしといてあげて、はい。で、棒ポイしてる間ね、相手はね、このスケキンやっても、はい、これね、棒ポイで、あれ、多分消えていくんで、そうですね、はい、これ大丈夫ですね。で、相手今、あれ切ってるんで、さあ、ここは行きたいですね。シュタインかける、ドリル行きましょう。はい。もうこれだけでね、いいんすよ。もうこれしてだけでいいんでね、もうそれやってまた相手も止まらないですね。もう、刺してるグッドゲーム。はい、んで、これ、ビリビリして、この間、はい、ビリビビーって、はい、もう相手どうすんの、これ、ビビ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 はい、出せませんっすね、このタワーの近く出せませんっていうのが強いんでね、もうこれやばいっすよ、マジドリルプラスのこれがね本当に強いんですよね。そうマジでね、高回転でそれしてるだけで勝てるデッキなんですよインチキデッキです。さあやりますか。うわマジでね、ちょっと強いね、ドリルとか。やっぱスケラーマジでこうタワー付近に出してしまうからね、どうしても出さざるを得ないからね、やっぱ強いよね本当に。うん、まあディガーとかよりやっぱドリルの方が強いね、ドリルの方がやっぱ出させれるし、そうやっぱ竹取った時のドリルマジ強いんだよね。そう無限にこうやっぱね行くからね。そうドリルって、そうマジであの削られんかったら時間で経過のドリルだと全然ね減らへんんですよ。そうだから竹取った時めちゃくちゃ強いんでね。
そう。相手動いてこなさそうですね。これどうしよう。まあ一旦ちょっとかましてみるか。一旦ね、一旦ジャブ打っとくわ。一旦これで、まあ相手が何出してくるか。ペッカね、出ました。まあでもこれは、まあ一旦、まあドリル行ってもいいんじゃないかな。ドリル行ってて。これは逆に、これね、逆にペッカを寄せるんですよ。これ逆にね、寄せてあげた。あ、寄らなかった。やべ。やべ。まあええや。でもこれ当ててきたやつを全部、はい、これね、見てくださいよ。はい。このドリルからの、で、これで一緒にせーの、ビリビリ仕上げると、こんな感じでね。はい。当ててきたニットしとれるんで、これカウンターが来ないんですよ。はい。こういうことです。はい。マジで。そう。マジで。このね、攻めが強いんですよ。わかる？そう。だから、スケラとかドリルとかが強いんですよね。こう当ててきたやつを、もうビリビリつって。これマジでインチキだよな、普通に。ずるすぎるよな。もうどう考えてもスキル、マジでおかしい。2コスではない、絶対。3コスでもいい、普通に。3でいいっすね、マジで。3コス、え？とんでもない。うわ、とんでもねえぞ、マジで。とんでもねえやからがいる。とんでもねえやからいるけど、多分ね、これライドラから行くんですよね、おそらく。行かないかな、これ。ライドラから竹行きそう。うん、だよね。はい、行くんで、さあ、これは守れそうですね。はい、いいですね。はい、はい、はい。さあ、まあ、エリゴラーはね、そう、ポイズンに弱いからね、ポイズンをしっかりやってると、さあ、ちょっとこいつ弱いんだった、そういえば。博士自体は弱いんだった、これ。博士で KO しよう思ったらとんでもないダメージ入ってるわ。でもこれ、相手さ、ここにある状態でさ、どうやって相手、これ攻めれる？相手攻めれんくね？ここにある相手さ、相手一生攻めれんくね、これ。しかも、それ、ダクネの位置によってはさ、はい、ビリビリいけるよ、これ。ビリビリ、ビリビリしてきた。はい、ビリビリ、ビリビリビーつって。ビリビリビーつって。終わってるわ、これ。で、これ、なんならこれ、延命してあげて、うわ、シンクスキー全然もこらんくなってる。え、進化ペッカだいぶやっぱ弱くなってんだ。で、これも、はいはいはい。これも直線上来て、はい、行きますよ、せーの。はい、ビリビリ、2周目ビリビリビーつって、ビリビリビーで、ビリ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 。終わってんだろ、これ。おい、マジで、クソすぎる、本当に、このカード。やばいって、マジで。本当にぶっ壊れてる。おかしいだろ、普通に。何回打てんで、まずね、あのね、スキルの短縮時間も短すぎるんだよ。どう考えても、どう考えても短すぎる。もうね、なんか2回も3回も打てちゃいけない、こんな強いやつをね。そう、マジ、やばいっすね。本当にやばい。ドリルとか、ね、あの、スケラとの相性、マジ、良すぎるな、これ。終わってるわ、マジで。強すぎるね、明らかに。明らかに。もう強すぎるもん、本当に。今のやばいなぁ、マジで。しかもこういう大型とかはさ、特にさ、なんか組めないよね。うん。こっちに飛来心ある状態で組めないもんね。さあさあさあ、来たよ。うん。いやぁ、マジでやばいね。本当に。まあ、スキル3コスでいいっすね。本当に。まあ、3コスにするか、まずダメージ量絶対下げた方がいいっすね。まあ、やるなら3コスでもさ、ちょっと強いかもしれんけどな。まあでも3個セットならまあもうこれぐらいでいいんかな、わからんけど。まあボイドぐらいって考えたらそんなもんか。いやでも強いな。いやでも普通にダメージ下げる方がいいと思うけどな。マジでちょっと頭おかしいもんな、普通に。どう考えてもやっちゃいけないやつをしょれちゃってるからね。そう、しょれちゃいけないやつをしょれてるから良くないんだよね。うん、まあ、リアル5ぐらいでいいんじゃない？ダメージ量。ライトニングやりすぎやよ。まあ、ライトニング。5、まあ、ポイズンぐらいでいいんじゃない？マジで。うん、ちょっと強すぎるよね、明らかに。さあ、まあ、ディガーとザップと。これは、まあ、一旦行きますか。うん、いや、俺、なんか、この前コメント欄でさ、ケンツが、これ、シュタイン情報来るかもって言ってたら、びっくりした、普通に。余裕でこんな過保来るに決まってんだろ、つって。ぶっ壊れてるもん、どう考えても。いや、これさ、際どいな、マジで。行くか、一応行っといて。さあ、相手がスペルあったら、これ、撃ってくんだよね。そう、だから、難しいところなんだ。相手横に出してきたんだけど、え、見えてた、もしかして。一応打ってみる。一応ね、打っといて、はい、一応打っといて、まあまあまあ、でも結構でかいダメージ入りましたね。うん。さあ、これはスケでいきましょう。さあ、相手はこれジャイ PP の顔しますよ。懐かしいな。なんかディガー入ってるジャイ PP とかいつずやぞ、マジで。マジ何年前やねんっていう。ここ最近のジャイ PP はもうディガーとか入らずにもうゴリ押しだからな、本当に。うん、まあこれ、うわ、やば、うわ、ライドラ、夏、めちゃくちゃ懐かしいな、昔あったな。昔、ライドラジャイやったんだよね、マジで。もうマジ、ホグでカモってたわ。もうライドラやとめちゃくちゃカモで、そう、なんでかっつうと、ね、エレキアと結構ホグね、受けれるじゃないですか。でも、あ、待って、これライドラ入ってる？もしかして、ライドラ入ってる？際どいこれ。入ってる？入ってる？よかった！いや、でかい！いや、しかもこれ、相手、あれで、あれじゃない？これ、裏飛ばしといたらさ、これ、あ、しかもそんなんやったらお前、あれじゃない？ビリビリいっちゃうよ、これ。あれ、どこに出すんだ？これ、後ろ出すしかないよね、そう。
で、まあこれはちょっと延命してよね、延命してあげて、はい、ちょっと延命してですね、これビリ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 してあげて、はい、うわーうわーマジか、今のうわー延命できんかったか、いや延命できたら今の結構熱かったんだけどな。まあでも相手ファイブ切ってくれたからファイブ切っちゃうとっていう感じだよね。そうで、これ延命しといてあげて、なんならこれもういっちゃっていいんじゃね、いってさ、これ全部もうこれ回収したらええやん、こんなん、まあ、全部回収してあげて、大体これ頭にフェニックス来るんじゃない。お、それだと、はい、ビリ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 、あとは棒ポイ、棒ポイでね、しっかりこもってあげましょう。いや怖え、ここめちゃくちゃ怖えけど、いけるかな。さあ落ち着いて、はいはいはい、でこれこんな感じでね、やってあげて、よいしょ、あーいいね、はいはい、で2周目のね、はい、ポーポーポイしといてあげて、はい、もう棒ポイ最強だからね、マジで、はいはいはい、棒ポイが最強で、逆サイはいけるかな、あれ、いやちょっと怖くね、待って怖い、やばい、あーいらんかった、あーいらんかった、まあええや、いらんかったけど、まあ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 ね、ちゃんと守ってくれるんで、はい、でこれ大砲置いておきましょう。で逆サイなんで気をしといて、あ、いい感じの気になりましたね。であとはもう一回やるだけ、もう同じことするだけで多分これ勝てるわ、本当にこれしてるだけで多分勝てる、相手あの施設ないんで、もう一生これがきついんですよ、はい、もうこの攻めしてるだけで多分相手止まんないんですよね、普通に。そう、はい、でこれね、はい、あのポイズンで、ポイズンとビリ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 で、あ、ビリビリビリでポイズンでジジーって終わってるわ、マジで、なんだこの簡単歴、マジでもう本当に今の環境マジで終わってるよな、普通に端前からこれだって出してさ、ドリル出してビリビリでしたらカウンター来ないんだもん、だっていやだってさっきの攻め俺結構やばい攻めしたけど守れたもん、だってこれビリビリで全部やってくれるからね、そう、それが強い。さあ来た007やっていきますか、うん、さあまあ一旦のジャブ何やったっけこいつ、下に行こうかな、やりごぶか、なんだろう、やりごぶか、うーん、なんだろう、メガナイツかあるかな、でも白液は今の感じちょっと薄いからな、線は。さあ、うわ、これメガナイトコアツなんじゃない、ワンチャン全然あるよね、メガナイトコアツありそうじゃない、メガナイトコアツとかさマジ全部ビリビリでいかれん、こんなんなんかこの前のコメント欄であったんだよな、メガナイト使いの場合死亡みたいな言ってたんだけど、マジで終わりそうだよ普通に。さあ一旦、したいんでね、もう一旦こんな感じでやっとけばいいんですよ、本当にしたいんで、ね、かまし毒なんでね、で、あーあーあー撃っちゃった、やべえ、まあいいや、撃ってもこれビリビリないんだったいやなんかさ、こうなんかビリビリの申しあるからさ、スタン効果あるんやと思ってまうやんか、脳が勝手に。そうだから今勝手に手が反応しちゃった、まあでもいっか別にね、4コスに2コスだから別にいいんか別に逆に美味しいまであったか。さあ一旦ザップ来そうだな、俺ザップ来そうだから、はいはいはい、そうだよね、ザップ来るよね、はい、一旦ナイトでね、はい、竹取ってあげて、多分これねコウモリ回収なんじゃないかな、うん、だからまあ一旦裏飛ばしとくわ、うん、裏飛ばしといて、多分これどうやろう、ワンチャンメガニー落としてくか、ギャンギーもしかして、あ、メガニーね、はい、メガニーだったらこれ近畿したいな、近畿したいけど、どうやろう、相手インドラ回るかな、 1,2,3,4 回ってんな、インドラ来るかもね、あ、いや、それだとちょっと美味しいか。ちょっとありがたいですね。ありがたいところではあるんですけど。さあ、しっかり近畿してあげて。おいしょ。はい。近畿で。うん。はい。はい。素晴らしい。あ、めっちゃいい近畿だね、これ。さあ、でかいね。さあ、これは、はい、シュタインとこれスケでね、やってあげて。うん。シュタイン結構ね、こんな感じで、もう雑に来ちゃっていいんすよ。でも、相手今これ多分止まんないですね、これ。どうやって止めるんつって。で、ザップ切ったら、俺、シュタインの俺、やばいんじゃないで、これ。マジでビリビリで。はい、こういうところをビビビって、はい、ビビビって、はい、コウモリもしょれちゃいますって、ビビビビビビビ、いや、でもなんか、まあまあまあ、悪くはないか、悪くはないけど、あれだね、半径がちょっと悪かったね、今。うん、まあ、これは、はいはいはい、アイスピも一応出しておきますか、はい、進化コウモリなんでね、まあ、ちょっと怖いっていうところで、アイスピ流しといてあげて、はいはいはい、さあ、いいね。さあ、ここちょっと熱いっすね、ナイトから行きましょう。で、まあ、ちょっとあれが怖いんですよね、なんだっけ、メガニート怖いんで、そう、一旦後ろから行きましょう。うん、まあ、でも逆に相手がメガナイト切ってまうとドリル受けねえんだけどね、相手止まんなくなっちゃうんだけどね。え、そっち来るんだ、え、マジで、ちょ待って、まあいいや、これ一旦、はいはい、丸太でどれがいける、ちょ待って、あいつのあれが分からんけど、うわ、やばい、うわ、やばい、一旦ね、はい、ビリビリしといてあげて、はい、一旦ビリビリでね、はい、ビリビリで守るビリビリで守るんですよ、はい、ビリビリで守ってあげる、そう、これが熱い、ちょ待って、やっぱ飛ぶだよ、お前マジで痛い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 
ガチで痛い。はい、でも、まあ、進化目が守ったんで、これ、もう行きますか。はい、もうこれ、端前行くだけでいいっすね。これだけライト止まんないし、そう。で、これに、相手多分これね、博士に当てていいんですよ。博士に当ててまうと、逆にね、これね、ドリル止まんないんですよ。で、ドリルに当てると、はい、これ当ててきたやつを、全部ね、これね、回収してあげるんですよ。はい、ビリビリで。はい、これでこれ、ビビ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 ビ。強すぎるマジで終わってるわガチで本当に強い。でまあちょっと今のでもタワーに入ってなかったな。まあこれ落ち着いて大砲を寄せて、でどうせここでしょ。はい、でまあこっちやっといて、でまあこれいらないから、はい、でまあこれドリルプラスのもう一回ねシュタインいってあげると。で相手メガナイトしかないんで、これねメガナイト出してまうとこのこれが強いと。あで待って、でも進化メガだとこれあれか、進化メガだとさてはやばい。いやでもこれ待って、ビリビリがよいしょ止めてビリビリ終わってるわ、マジで。メガナイトカスがもう死亡やん、こんな。本当に生きてられないやん。いや、マジでこれ、施設がないと本当に止まらんと思うんだよね。シュタインがマジでちょっとインチキすぎるよね、マジで。ずりーわ。さあ、来た。オッケー、やりますか。いや、マジ、強えな。まあ、施設が本当に、まあ、対抗策かな。施設ってやっぱライトニングかなっていうところっすね。さあ、進化スペシャルに相手。うん。もう、進化スキー、今、見てなかったな。うわ、でも、なんか、ロイフグッズ、そうだよね、ロイフグだよね。いや、これちょっと、お前、マジでやってるそれ、普通に。ふざけんの、お前、マジで。まあでも、まあ、これね、しっかり守ってあげる。こういうのがあれ、もうね、はい、しっかり守ってあげて。うん。相手、これね、流行りの、あれです、ロイフグです。はい、ロイフグしたいんですね。そうですね。これもね、めちゃくちゃ、なんか、シュタインバグってんだけど、でも、これ、ボイズでいいっすね。もうこういうのは、もう、ガンガン打っちゃう。あれね、ポイマルタで死ぬんで、まあ、早めにね、これポイズンマルタでやってあげるんですよ。はい、もうこういうのはね、もう早めにやる。はい、そうするのが大事。で、モンスターはね、これ弱いんで、はい、こんな感じで適当に守ってあげると。うん。いや、いいね。さあ、ただ、ちょっとこれ、施設回ってないんで、ちょっと怪しい顔はしてる。はい。いや、でもまあ、これはナイトとこれで、はい、守ってあげて。で、まあ、一応大砲置いとくか。一応ね、一応置いといてあげて。はい。で、まあ、多分クエク打たないでしょ。OK、いいね。はいはい、いいっすね。うん。まあ、これは、とりあえず、2倍前はね、しっかり守ってあげる。うん、2倍前のこのロイホグとかホグって結構強いんですよ、やっぱり。そう、同時で、同時ホグめちゃくちゃ辛いんで、そう、だからしっかりね、守ってあげるんですよ。うん。はいはいはい。さあ、こういうのは、まあ、シュタイン合わせてあげますか。はい、シュタイン合わせておいて。まあ、これね、合わせ毒なんで、マジで。今の環境、ほんとシュタイン出し毒なんでね。うん。で、まあ、これビリビリできるんで、まあ、どうしよっかな。まあ一旦ここジャブ打ってもいいし、なんだこれバックトゥー行くんじゃねこれドリル。なんだっけあのモンスターこれバックするんじゃない、どうやろバックせえへんのかなこれ。バックするんじゃない、あーするよね。あこれポイズ打っといてしない、これはもう打っといてあげました。はい。これはもう打っといてあげた。はい。これだけでいいんですよ。はい。全然オッケー。はい。で、あれは丸太切っとこうかな。丸太切っといて。はい。さあ、美味しいですね。あ、なんだ、残りそうじゃね、あ、残った、熱っ。いや、マジで、博士がね、地味にね、HP あるんですよね。うん。じゃあ、ここは、ナイトから行きましょう。で、相手クレイ切ってたんで、まあ、なかなかに攻めづらいんじゃないかな、ここ。そうだよね。で、あれはもう、ポイズン打っといてあげる。はい。終わってるでしょ。大砲打っちゃうとね、あいつ、止まんないんですよ、これ。はい。でも、ドリル、あ、待って、ドリル、緊急するあれ。もしかして、怪しいかも。え、待って、ドリル、怪しいか、これ。じゃって、でも、あれ、今、あれ切ったから、はい、これ、飛ばしてあげて、はい。で、はいはいはい、もっこりしてあげて、さあ、いいよ。で、これはね、ビリビリ行きたいですね。はい、ビリビリ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 、これなんだよ。これが強いんだよ。しかも、竹取っているから、ドリルが止まんないんですよ。これが強いんだよ、そう。だからモンスターがこう竹取ってくれるのがマジで強くて、そうやばいんよねマジで。ぶっ壊れてるよ本当に。モンスターもちょっと HP 下げていいっすよね。普通に下げていいと思う。いやマジちょっとね、しかも地味にちょっと早いよね、こうあの移動スピードも地味に地味に。いやでもそんなもんか、そんなジャイと同じぐらい。いやジャイよりはちょっと早いよ、なんか早い気がするだけか、なんか分からんけど。でもなんか結構マジでタワーに到達するんだよね。そうなんかペッカとか当てても普通にタワーに行くんで、多分移動速度若干早いんかな、分からんけど。いやマジちょっとね本当に良くないっすねマジで良くないわ。さあラストやりますか。クリスチャンやります。おお、クラもクリスチャンだ自分の名前なんかな、俺分からんけど。いやクリスって名前結構いいっすよね、なんかかっこいいよね、海外の名前です。さあイゴレット、まあ一旦シュタイン行きましょう。はい、シュタインでね、カバシドグランで、こんなこんなんもやってあげて、いくらあってもいいですからね、つって。ボイド、あーボイドファイブ、すんごね、やりすぎっすねこれ、だいぶやりすぎっすね。もうこんなんはもうドリルやってあげてください。でもタケ取った間のこのね、これめちゃくちゃ強いんでね、これ。はい、なんかタケ取ってる時のこのマジでこれ相手防衛室でメガナイトあるんだ、やば。でも
このモンスターが地味にね、そう、モンスター当たると100入る、100じゃない、200入るからね。モンスターも地味に強いね。しかも攻撃速度速いから、200が毎回結構チクチク入ってくんだよね。え、ちょ待って、それ一番やばい。一番やばいよ、マジで。ちょ待って、一旦ドリルで、はい、寄せてあげて。お、一番やばい、それ、マジで。おい、ガチ終わってるって、それ。いや、さすがに守れるから。さすがにじゃない?ね、さすがに守ってほしいけどな。タワー逆サイも行くし。守れるよね、よね。よかった。はいはい。やばいやばい、びっくりした。え、なにこれ、アイゴレ、アイゴレメガナイト、バルーン、で、いや、ファイボレージでしょ。あ、ファイボレージじゃん、ファイボボイドでしょ。いかちいな、相手のデッキマジで。めちゃくちゃいかついな。さあ、まあ、一旦の、ポイズンかましとくか。はい、することないポイズンね。でも、相手、進化メガでしょ。いや、ちょっとだるいな。進化メガやっぱ、え?行く?もしかして。わ、すっげえ、マジで。すんごいね、マジで。すんごいよ、君。君、マジすんごい。でもこれ、吹き飛んじゃうよね、多分。そうだよ。吹き飛ぶけど、逆に、みたいな。これ、シュタインでいい感じにならん、これ。シュタイン防衛、どう?このシュタイン防衛。このシュタイン防衛。うわ、うますぎる!いや、アイゴルのプロみたいになってる。この防衛、うま、俺。いや、めっちゃいいな。これ、止まらんくらいで。あ、来た来た来た!で、これは、はい、ドリル行ってあげて、さあ、ゴブリン、ケージ来た!やばい!うわ、やばい!あいつ、うわ、ダメすぎる!うわ、ケージ、うわ、ケージ強えな。ただ、ドリル止まんなそうだな、相手これ。ドリルが止まんなそうですね。はい。うわ、これ、あれか。あ、待って、俺、ビリビリ打ってよかったよ。俺、何してんの、俺。おい、ビリビリ打ってたらさ、普通に、あれやったくない今。多分、ケージ突破できてたよね。あ、いや。やべ、やべ。まあいいや。どの道ね。どの道結構入ったからさ、ドリルが強い、マジで。とはいえね。さあ、まあ、一旦ナイトから行きますか。うわ、ちょっと待って。あれ、どうしよう。まあ、インドラ合わせるからないな。俺、大砲行きますか。俺、右攻めたいからね。そう、だからまあ、これは、大砲置いといて、大砲置いてたらね、相手これ、バルーン出さないんだよね。そう、これだけで、まあ、相手熱いと。はい、出してくるんだ。マジ。あ、そっか、そんなんあったな、そういえば。そういえば、そんなんあったから、一旦棒っぽいしといて、はい。で、これ、アイスピー回してあげて、で、大砲でね、これ回してあげると、はい。大砲で回しつつの、ね、あ、いいね。はい、はい、はい。さあ、ドリルが、相手あれじゃねボイドだからさ、ボイド5だからさ、これ、結構、小物受けがないんじゃねだよね。で、ビリビリビーって、ビリビリビーで回収してあげて、はい。いや、そうだね。これ、相手、ファイオボイドだから、細かいスペルがないんすよね。そう。なんか止まんねんだ、相手。ドリルが止まんねんだ。かわいそうな、マジで。まあでも、ファイボボイドってやばいよね、マジで。なんかまあでも、今の、あ、え、ザップあるじゃん。でもザップが。まあでも今の、なんだろう、ボイドの使い方としてそうだよね。なんか、ボイドでそう、今まで、ね、ボイドやザップとかで成り立ってたけど、今は成り立たないからね、ファイボとか入れたいところだよね。そう。まあでもいいっすね。はい。やっぱドリル、本当に強いっすね。ドリルとこのコンボがマジでちょっと強すぎますね。本当に。まあドリルとかなんだろう、マスケラとかね、そう、マジでね、シュタインマジ本当にやばいっす。こんなに脳筋でも勝てるから、ね、マジで。脳筋やろ、本当に。俺の多分この今日の動画見た人思うよ、脳筋やろ。普通に端前からシュタイン出してドリル出してスキル打ってたら、あら不思議、なんか消えてるわ、つって、なってるからね、そう。マジでやばいっすね。さあ、引いていきましょう。なんかね、タスクが5つなったから、もう今日はね、はい、3つ引けます。めちゃくちゃ引けるわ。うん。今日はいっぱい引いちゃう。さあ、え、おっつ、え、あるぞ、これ。せーの、ボン、ボン。あー、まあ、読むね。押し読んで何出るん、これ。ゴールとかやめてね。うわ、渋。カードが一番渋いまで言ってね。あれ?お、5つ、え、5つ?今4つ、え、3つしか引けんかったよ。なんか4つ引けるらしい、今日ね。まあ、俺がまだ来てないだけか。うん。まあ、ということで、この良かったらチャンネルをグッドボタンよろしくお願いします。はい。まあ、ぜひね、使ってみてください。はい。もう、スケラと一緒でマジぶっ壊れっすね。はい。マジで、やばすぎるわ。もう、端前から出してるだけで勝てます。はい。まあ、ということで、良かったらチャンネルをグッドボタンよろしくお願いします。はい。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。